はい、こんにちは、シュウです。今日はですね、ご飯炊きます。ダイエットしていても美味しいご飯いっぱい食べたいじゃないですか。なのでできるだけカロリー少なくですね、ご飯いっぱい食べられるように、白炊きご飯作ります。でこれでカロリーがだいたい3分の2ぐらいに減らせるという、まあ、素晴らしいご飯なんですけれども、で、まあ、ただ白炊き入れるだけだとちょっとビタミンとか食物繊維とか足りないなとダイエットしてると感じてしまうので、今日は麦を足して白炊き麦ご飯で作っていきます。4合ぐらいのご飯になるんですけれども、麦を1合分ぐらい足しますので、ご飯3合と押し麦とそれと白炊きで作っていきます。白炊きの分量は 500g ぐらい、僕は使うんですけれども、もう 500g ですね、こちら測ってありまして、これで 500g くらいあるんですが、白炊きって結構袋から出すと臭みが出るじゃないですか。なので、まあ、お湯で、ざーっとですね水洗いしてあります。まあ、臭み取っても時間経つとまた匂いついちゃうので、夜準備して朝炊くとかですね、時間を置いてご飯炊くとちょっと白炊きの臭みが出てしまうので、すぐに炊くようにした方がいいと思います。まずこの白炊きをですね切っていきます。もうひたすら切っていきます。だいたいこんな感じですね。寄ってみるとこんな感じですね。では白炊きですね、こんな感じに入りまして、僕無洗米を使っていまして、ここにご飯足していくんですけれども、無洗米じゃなく普通のお米研いで使う方は、先にお米を研いでからですね、水は浸さないで研いだお米を入れておいて、そこに白炊きと麦を足して最後に水を測っていくっていう形にするといいと思います。ここに麦1合とご飯3合足していくんですけれども、麦は板バーレーを 120g で入れています。混ぜて炊くだけ板バーレー。なんで板バーレーって言うんでしょうかね。お財布に余裕がある方はもち麦を使うと美味しくなると思いますが、僕はもち麦で作っています。120と入れますね。あとはお米3合ですね。そして水の量ですね。白炊きの量は完全に無視して水を入れます。僕の炊飯器の場合ですね、麦を入れるとそれ用の分量のモードがついているもので、それに合わせてということになりますけれども、そのモードでお米3合と麦と合わせて4合分ですね。で、4合分の水を入れていきます。この炊飯器で麦を入れるときは、この分付き米というところの目盛りになるんですけれども、ちょうど4合の水目盛りのところですね。ここまでの水の分量でいいです。見た目的にはですね、全然水の量足りないんじゃないのっていうような感じですけれども、これで普通に炊けます。ちなみに普通に炊くときの水よりも気持ち多めなんだと思います。ではこれで炊いていきます。炊き上がりました。炊き上がったご飯がこんな感じになっています。どうしても白炊きの方が軽いせいか上に浮きがちになっちゃうので、程よく混ぜてください。炊き上がりました。ご飯こんな感じです。どうでしょう、麦も入ってですね、美味しそうなんです。今日ちょっとご飯だけでですね、いつものように台所で失礼したいと思うんですが、こういう感じですね。こういう感じ、お米がちゃんとできていてですね、で、この中白炊きも混ざっている状態なんですけれども、炊きたてで美味しいです。
ね、白滝が入ってるって食感も全然わかんないんですよね。ちゃんと普通にご飯を食べてる感じで、これで 180g あるんですけれども、200キロカロリーに抑えられているという、とても素敵なご飯です。チャーハンとか丼とかですね、そういう時もこれで作るとカロリー抑えられて、ダイエットの強い味方になるんじゃないかなと思います。最後までご視聴くださってありがとうございました。またよろしくお願いします。